コンゴ動乱は、1960年6月30日に、ベルギー領コンゴが、コンゴ共和国として独立した直後に勃発した、反乱から始まる混乱である。1960年7月11日に、旧宗主国のベルギーから支援されたモイーズ・チョンベは、この混乱の拡大に乗じて、南部カタンガ州が、カタンガ国として、分離独立することを宣言したため、 混乱を収集するために、アメリカ合衆国とソビエト連邦の一致で、国際連合安全保障理事会決議143が採択されて、今後国連軍が投入された。しかし、国際連合がカタンガへの介入に消極的であったことから、初代首相、パトリスルムンバは、支援を求めて、ソ連に急速に接近し、これが、米国寄りの初代大統領、 ジョゼフ・カサブブとの対立を生んだ。他方、ジョゼフ・デジレ・モブツは、1960年9月14日に、政治状況の打開を口実として、無血クーデターを起こし、ルムンバは、自宅南京下に置かれた。モブツによって、カタンガのチョンベの元に送り込まれたルムンバは、1961年1月17日に、処刑された。また、 1961年9月18日には、カタンガ側との仲介を試みた、国連事務総長、ダグ・ハマー・ショルドが、飛行機墜落事故で死亡するという悲劇も発生した。ハマー・ショルド死後の国連は新しく選ばれた、事務総長タントの下、カタンガに、積極的に介入する方針に転換し、米ソ双方の指示を取り付けた。 1963年1月21日に、今後国連軍がチョンベ派の最後の拠点を制圧した、ことで、カタンガの分離活動は沈静化に向かった。ついで、もう卓党主義に、干渉されて左傾化した旧ルムンバ派の一部が、シンバの反乱を引き起こして、1964年7月末から、今後中部及び東部で急速に勢力を拡大したが、 スタンリービルに監禁された人質を救出する目的で1964年11月24日からアメリカとベルギーが合同で展開したドラゴンルージュ作戦によってシンバの反乱軍勢力は大打撃を受けその直後に崩壊したその後はカサブブと亡命先から帰国して暫定首相に就任したチョンベとの間で新たな政治的対立が生まれたが 1965年11月25日に、モブツが政治状況の打開を口実として2度目の無血クーデターを起こして、権力を掌握し、独立以来続いていた混乱は事実上終結した。この今後動乱は、冷戦を主導したアメリカとソ連による代理戦争でもあり、動乱の期間中に約10万人が殺害されたと見られている。レオポルド二世が、 コンゴ自由国を統治していた機関に片手を切り落とされたコンゴの原住民ベルギー領、コンゴ、現在のコンゴ民主共和国を地図上で色付けして表示ベルギーによるコンゴの植民地化は19世紀後半に始まった。国王レオポルド2世はベルギーの国際的な地位と維新の欠如に不満を感じ、当時はまだ大部分が未調査のままであった。 今後盆地周辺の植民地拡大策を支援するようにベルギー政府を説得しようとした。植民地拡大に消極的なベルギー政府との考えのズレは最終的にレオポルド2世が自分自身の利益のために植民地を統治する方向へと導くことになった。1885年に干渉国になることを 期待した欧米諸国から支持を受け、レオポルド2世の資料を、今後自由国の成立が国際的に認められた。しかしながら、自由国政府当局による今後の先住民に対する暴力や冷酷な搾取は強烈な外交圧力を生むことになり、1908年にベルギー政府が直轄で統治するベルギー領今後が成立した。 ベルギー政府による今後の植民地支配は政府、キリスト教の伝道活動、民間企業の3位一体を基準としていた。大部分で政府と民間企業の利害が密接に結びつくことで企業がストライキ破りをしたり、その他の先住民を支配するための障壁を取り除くのを政府が手助けする状況を形成した。 徹底的な人種差別が行われ、第二次世界大戦が終結した後には、社会的地位を問わず、多数の白人の移民がコンゴに移住したが、彼らは常に、黒人より優れた大偶を受けることができた。1940年代から1950年代にかけて、コンゴはかつてないレベルの急速な都市化を経験し、理想的な植民地づくりを目指して、 国際的展開プログラムも実施されるようになった。1950年代には今後は、他のアフリカ植民地と比較して、倍以上の規模の賃金労働力を保持していた。今後のウランを含めた豊富な天然資源は、冷戦時代に入り、二大超大国となったアメリカ合衆国とソビエト連邦の両国がこの地域に大きな関心を寄せる要因にもなった。 アバコ指導者、ジョゼフ・カサブブ。コンゴ独立国家の初代大統領に就任した1950年代に、入り、ベルギー領コンゴにもパンアフリカ主義が普及した。独立を目指す運動は、民族的な理由や地理的な理由から、数多くの政党や政治グループが成立する、ことによって分断され、互いに対立し合った。最大の政治団体である。 今後国民運動は様々な政治的背景の相違を乗り越えて妥当な時期に独立を達成することに専念する統一戦線を組んでいた。パトリースルムンバ、シリル・アドゥラ、ジョゼフ・イレオが中心になって党の綱領を作成したが、ジョゼフ・カサブブは内容があまりにも恩恵的すぎるとして非難し、署名を拒否した。 党の実力者となったルムンバは1959年終わりには5万8000人のメンバーを抱えていたと主張した。MNC の最大のライバルとなったジョゼフ・カサブブ、率いるアバコ党は即時独立と地域へのアイデンティティの促進を根底として MNC より求心的な思想を主張していた。アバコは MNC よりも民族主義的な立場を取っていた。 独立したコンゴは植民地時代以前に存在していたコンゴ王国の後継としてコンゴ族によって統治されるべきという主張であった。モイーズ・チョンベヒキール・コナカ党は第三の主要政治団体であった。主にカタンガ州南部の利害を代表し連邦主義を提唱していた。この他にもアフリカ連帯党のような社会主義の民族主義政党や 少数派民族集団の利害を代表する派閥なども結成された。MNC は当時のアフリカで最大の民族主義政党であったが、多くの問題で異なる立場を取る様々な派閥を抱えていた。このために恩賢派と急信派の二分化が進行した。ジョゼフ・イレオとアルベール・カロンジヒキール党内の急信派は1959年7月に党から分離するが、 MNC 党員を大量に離党させて、自分たちの陣営に引き入れることができなかった。大多数派は、MNC ルムンバ派、これらの反体制の急進派は、MNC カロンジ派というふうに呼ばれるようになった。ルムンバ派は主に、スタンリービル地域の北東部で人気を保持し続けた。一方、カロンジ派は、エリザベートビルより、南の都市を中心として、 ルバ族の間で最大の人気を獲得した。1959年1月4日、コンゴの首都レオポルドビルで行われていた政治的なデモ活動が暴力的になり、暴動に発展した。国家憲兵のコンゴ公安軍は暴徒に対して武力を使用した。少なくとも49人が死亡し、総死傷者数が500人を超えていた可能性もあると見られている。 民族主義政党の影響力がこの時に初めて主要都市の外に波及し、これ以降の1年間は民族主義的なデモや暴動が頻発するようになり、それまで関与していなかった大多数の黒人も独立運動に参加するようになった。多くの黒人は税金の支払いや軽微な植民地の規制の遵守を拒否することによって植民地体制の限界を試すようになった。 アバコの指導者の多くが逮捕され、MNC の影響力が以前よりも強まった。こうした動きを警戒して、白人社会の間に過激思想が広まった。一部の白人は、黒人が過半数を占める政権が成立した場合には、クーデターを実行することを計画した。白人の民間人は、欧州ボランティア隊の呼び名で知られる、民兵組織を形成し、 法と秩序が崩壊し始めた。白人の民兵は頻繁に黒人を襲撃した。1960年1月にブリュッセルで開催された遠隔会議に出席したパトリスルムンバ。今後独立国家の初代首相に就任したレオポルドビルの暴動の影響として、その年に作成された今後の将来に関するベルギー議会の審議会の報告書の中では、 内部の自治の需要の高まりが指摘された。植民地大臣、オーガスト・デス・フライファーは1960年1月に、今後のすべての主要政党の指導者を、ベルギーの首都ブリュッセルに一堂に集めて、円卓会議を開催した。スタンリービルで起こった暴動の後に逮捕された、パトリスル・ムンバは、会議に出席するために釈放され、MNCL の代表団を率いた。 ベルギー政府側は独立まで少なくとも30年の準備期間を置くことを希望していたが、今後側の圧力に屈した結果、独立の日を1960年6月30日に設定することが急遽決定した。連邦制を含む民族的貴族の問題や、今後に対するベルギーの今後の役割などについては、代表団が合意に達せず、未解決のまま残された。 多くのベルギー人が独立したコンゴがフランス共同体やイギリス連邦のような国家連合の一部となることでベルギー本国との政治的にも経済的にも緊密な関係が継続させることを希望していた。独立の日が迫った1960年5月にベルギー政府はベルギー領コンゴの国政選挙を実施した。選挙では MNC が大多数の議席を獲得した。1960年6月30日、予定通りに、今後共和国の独立と植民地支配の終わりが、宣言された。レオポルドビルで挙行された独立式典において、ベルギー国王ボードアンが行った挨拶は私、領地として、今後自由国を創設して、非人道的な、 暴虐な統治を行い、非難された彼の祖父のおじにあたるレオポルド二世を天才と呼び、今後の独立をベルギーによる文明化の集大成と表現した上、請求な変更は将来を危うくすると忠告までした。続いて、演説を行ったカサブブは、独立を承認してくれたベルギーに対しての感謝の意を表明したが、その後に演説を行ったルムンバはベルギーによる、 植民地支配を屈辱的な奴隷制として徹底的に求断し、独立を勝ち取った自分たちの闘争を絶賛して、慣習から喝采を浴びた。このルムンバの演説に憤慨したボードワンは、昼食会には参加したものの、予定を変更して、急遽帰国の音に着いた。マルコム X のように、ルムンバの演説を称賛する者もいたが、数人の今後の政治家は、 演説が必要以上に挑発的であったとの見解を示し、国際問題も引き起こした。そうした状況にもかかわらず、今後全土は祝賀ムードに沸いた。今後の新政府は、反大統領制を採用し、大統領と首相が行政権を共有することになった。初代大統領には、ジョゼフ・カサブブ、初代首相には、パトリスル・ムンバが就任した。 コナコットなどの連邦主義派が反対したにもかかわらず、レオポルドビルの中央政府には強力な権限が付与され、州政府の権限は比較的弱かった。なお、1ヶ月半後に成立した西に隣接する同盟のコンゴ共和国とは、コンゴレオポルドビルと首都名を示すことで区別した。独立宣言はしたものの、ベルギー政府もコンゴ政府も、 植民地時代の社会秩序をすぐに変更するつもりはなかった。ベルギー政府は白人が永久にその地位を保持し続けられるかもしれないと期待した。今後共和国は植民地時代の制度に依存していた。白人の指揮下に置かれた公安軍や白人の技術専門家に代わり得る適切な資格を取得した黒人が不在の状況は変わらないままであった。 大多数の今後人が独立が有形かつ即時の社会変化をもたらすことを想定していたために相変わらず重要度の高い地位の多くが白人によって独占されている現状に憤慨した。公安軍最高司令官を務める中将エミール・ジャンセンは独立式典の翌日にレオポルドビルに駐屯する黒人の可視官連中を集めて自分の指揮下では現在の状態が 今後も維持されるであろうと述べて黒板に独立前イコール独立後と書き込むことで要点をまとめたがこれは独立後に賃金の大幅な上昇を期待していた黒人兵士たちからは非常に不評であった7月5日にはシスビル近郊でいくつかの部隊が白人指揮官に対して反乱を開始したこれ以降暴動は 全国の駐屯地に急速に波及していった。ルムンバは、騒動を沈静化させるために、ジャンセンを解任し、今後公安軍の名称を、今後国民軍に変更した。黒人兵士たちは、全員、少なくとも一ランクは昇進した。ビクター・ルンドラは、総長から少々に昇進し、ジャンセンに代わる、新たな司令官に就任した。同時に、ジョゼフ・デジレモブツは、 参謀長に就任し、ルンドラの副官かつ、ルムンバの側近という役割を担うことになった。ルムンバとカサグブ,ブは、反乱者と直接交渉して、武器を捨てるよう彼らを説得しようとしたが、国の大部分で反乱が激化していった。白人の兵士や民間人は、暴行を受け、白人が所有する財産は略奪され、白人女性は領辱された。 白人の民間人が難民として近隣諸国へ流出するようになると、ベルギー政府は情勢を深く有料するようになった。7月9日にベルギーは、今後政府の許可を得ずに、カバロに空挺部隊を配備し、逃げ惑う白人の民間人を保護した。10日には、ベルギー政府は1万人の兵士の今後への投入を決断し、輸送が開始された。許可を得ない。 この武力介入は国家主権の侵害にあたる行為であった。カサブブがベルギー軍の介入を受け入れたのと対照的に、ルムンバは介入を非難して我々の共和国の脅威を防ぐために団結するようにすべてのコンゴ人に呼びかけた。ルムンバの要請に応じて11日にベルギー海軍は港湾都市のマタビから白人の民間人を避難させた。 ベルギーの船はその後に市内を砲撃し、少なくとも19人の民間人が死亡した。この行動が、全国の白人に対する、新たな攻撃を呼び起こす原因になり、他の都市内や町内に侵入したベルギー軍と、コンゴ軍の間で、レオポルドビルも含めて衝突が発生した。1960年7月11日に、分離独立した。 カタンガ国の国旗1960年8月8日に分離独立した南火災鉱山国の国旗1960年7月11日にはコナコットの指導者モイズ・チョンベは南部のカタンガ州が首都をエリザベートビルに置き彼自身が初代大統領に就任するカタンガ国として今後共和国から独立することを宣言した 豊富な資源を有するカタンガ地域は近接する道の世界的産地、北ローデシアのカッパーベルトと伝統的に緊密な経済関係にあった。コナコットはさらにカタンガの人々は他のコンゴ人とは民族的に異なっていると主張した。州の採掘作業によって得られた収益をコンゴの他の地域と共有することを避け、より多く保有するためのカタンガ住民の 分離独立欲求の高さが離脱の動機の一つであった。もう一つの大きな要因は、今後の中部及び北東部における治安の崩壊である。カタンガの分離独立を発表したチョンベは、我々は混沌から脱出していると述べた。カタンガの大手鉱山会社ユニオンミニエールデュオー、カタンガは、MNC が独立後に、会社の資産を国有化するのではないかと警戒し、 ベルギーによる植民地支配が終了する以前からコナコットに対する支援を開始していた。アンハックはベルギー政府と密接な関係を持ちブリュッセルに本社を置く有名な持ち株会社ソシエテジェネラルでベルギーが主に所有していた。アンハックに力づけられたベルギー政府はカタンガ国に軍事的支援を提供しこの地域に残る文館に任務を継続するように 命じたチョンベも南アフリカ連邦やローデシアからも含まれる、主に白人からなる、傭兵集めに着手し、カタンガ憲兵隊を組織した。ベルギーから支援を受けていたが、分離期間を通して、どの国からも、正式に外交上の承認を受けられなかった。カタンガが分離してから1ヶ月に満たない8月8日に、カタンガから、わずかに北に位置し、 ムブジマイに首都を置く南火災鉱山国が今後中央政府からの独立を宣言した。南火災はカタンガよりはるかに小さな領域であったがカタンガと同様に採掘地域でもあった。ルバ族が住民の多数派を占める地域であり南火災大統領に就任したアルベールカロンジは今後の他の地域におけるルバ族に対する迫害が分離の発端になったと 主張した。南火災の新政府は特権を与えることで、フォルミニエールなどの鉱山会社から経済的支援を引き出した。1961年11月、カタンガに展開する、今後国連軍のスウェーデン人部隊ベルギーの支援に影響された分離主義の高まりにより、国際連合内部に、今後から、ベルギーのすべての兵力を撤収させようとする動きが、 出てきた。国連事務総長、ダグハマーショルドは、国連の指揮下に置かれ、多国籍で構成される、国連平和維持軍を今後へ派遣するために主導的な役割を果たした。ルムンバからの要請を受けた、国連安全保障理事会は7月14日に、ベルギー軍の今後からの撤退を要求する、国連安保理決議第143号を採択した。ルムンバと今後中央政府は、 分離主義活動を抑制するのに役立つかもしれないと考え、今後国連軍の到着を当初は歓迎した。しかしながら、オナックが最初に任された活動は平和維持のみであった。ハマー・ショルドは分離主義活動を国内の政治問題と位置づけており、これに反対するのは中立性が失われることになり、主権の侵害に相当すると見ていた。そのために、 彼は国連が国連憲章に基づいて今後軍の支援を可能にする措置を取ることを拒否した。国連の消極的な過タン政策に失望したルムンバはソ連と武器や物流及び物質的な支援の提供に関する合意を成立させた。約1000人のソ連の軍事顧問はすぐに今後に上陸した。ソ連の介入を危険視するカサブブラ政府関係者が ルムンバから距離を置き始めた。アメリカはアフリカ中部地域における共産主義の大拡張の土台が今後に形成されることを恐れていた。ソ連の軍事的支援を得た約2000人の国民軍は南火災に対する大攻勢を開始した。攻撃で大成果を得たものの、その過程において国民軍はルバ族とルルア族の民族間の内紛に巻き込まれてしまい、その際に ルバ族の民間人を大量に虐殺してしまった。約3000人が殺害されてしまった。戦火から逃れるように何千人ものルバ族の民間人がこの地域から脱出した。ソ連の関与にアメリカは警戒した。アメリカ合衆国大統領ドワイト D ・アイゼンハワーはベルギーの批判に即してルムンバが共産主義者であり、今後はソ連にとって 戦略上重要な従属国になる道を突き進んでいると考えていた。1960年8月には領域内に潜伏する中央情報局のスパイも今後がキューバ革命を経験してソ連との結びつきを強化しているキューバと同じような道をたどるかもしれないと警告した。1960年7月22日にフランスソア・ールカのインタビューに応じたルムンバは 彼が共産主義者であると批判を受けていることについて回答している。これは私に向けたプロパガンダに基づく策略だ。私は共産主義者ではない。私が革命家であり、私たち人間の尊厳を無視した植民地体制の廃止を求めてきたために、植民地主義者は全国を通じて私に対する運動を展開してきた。私が 帝国主義者によって買収されることを拒否したことで、彼らは私を共産主義者とみなしているのだろうと述べている。ルムンバがソ連に支援を要請した結果、政府内は分裂してしまい、西側諸国が彼を権力から取り除くように圧力を強めることにもつながった。加えて、モイーズ・チョンベとアルベール・カロンジの両方がカサグ部が、ルムンバの中央集権主義に反対する。 恩恵主義者かつ連邦主義者であると考えて離脱問題を解決するために彼に対話を呼びかけた。その一方で、モブツは他国からの援助を獲得し特定の部隊員や将校を昇級させることで彼らからの忠誠を確保して国民軍の支配権を掌握した。アメリカに促される形でカサブブは1960年9月5日に 南火災における虐殺を口実として一方的にルムンバの首相職会人を全国ラジオを通じて発表した。ハマーショルドの側近でアメリカ人のオナック臨時代表アンドリュー・コーディアは自分に与えられた権限を活用しニュースに反応した MNCL が団結して行動を起こすことを阻止するためにラジオ局の封鎖を指揮した。 両議員はルムンバを支持し、カサブブを非難した。議会から信任を得たルムンバは対抗して、カサブブを大統領職から解任しようとしたが、憲政上の危機を誘発することになることになる。この行為については反対され、無効となった。9月14日には、ジョゼフ・デジレ・モブツが混迷した政治状況の打開を表向きの理由として、無欠クーデターを実行した。 カサブブがルムンバの公認として任命したイレオの政府とそれに対抗するルムンバの政府、この両政府の無効化を宣言し、その代わりにジャスティン・ボンボコを率いる大学卒業者と現役大学生からなる委員会内閣を設立して政治権力も掌握した。ソ連の軍事顧問は国外退去を命じられた。混乱の収拾を最優先に考えるカサブブは、 モブツと手を組み、官邸内に軟禁されて、オナックのガーナ人部隊らによって警護される状態となったレムンバは、モブツと委員会内閣を激しく球断して敵対した。1961年2月に、カサブブはモブツによって大統領に再任命された。クーデターを起こして、以降のモブツは、影の実力者として、今後の政治に、 多大の影響力を及ぼすことができるようになった。カサブブの復職以降、今後の各勢力間で和解に向けた動きが進展した。チョンベは今後の国家連合を形成して、カタンガの分離状態を集結させるための交渉を開始した。歩み寄りの合意に達したものの、カサブブとチョンベがお互いに、 個人的な敵意を抱いたために交渉が決裂し、この合意が無効になってしまった。1961年7月の和解交渉が、失敗した後、ルムンバ支持者や、南火災からも含めて様々な勢力を結集した、シリル・アドゥラを主犯とする新政府が形成されたが、カタンガ国政府との和解はもたらさなかった。スタンリー・ビルに逃亡したアントワーヌ・ギゼンが率いる。 MNCL の反乱軍メンバーは1960年11月に、レオポルドビルの中央政府に対抗して、反乱軍政府を形成した。偽善が政府は、ソ連や中国を含めていくつかの国々に、今後の公式な政府として承認され、中央政府の7000人に対して、およそ5500人の兵士を動員することができた。その正当性を、 国連から拒否されるという難局に直面した偽善が政府は1962年1月代表者の偽善がが逮捕された後に崩壊した1961年2月にユーゴスラビアのマリーボルで発生したルムンバの殺害を非難する抗議活動ルムンバは南京から脱出して自分を支持する勢力を結集できると信じて東のスタンリービルに向けて逃亡した モブツに忠実な部隊によって追跡されたルムンバは1960年12月1日にポル・フランキーで逮捕され手を縄で縛り上げられた状態でレオポルド・ビルに連れ戻された国連は傘部分に法の適正手続きに基づいてルムンバを裁くように求めたがソ連はルムンバが逮捕された責任は国連にあるとして彼の釈放を要求した12月7日に 国連が、ルムンバの即時解放と国家の長へのルムンバの復職、そして、モブツの軍の武装解除を、カサブブ政府に要求すべきとするソ連の提案について、議論するために、国連安全保障理事会の会合が開催された。ルムンバを支持する、この決議案は12月14日に採決に、付されたが、2から8で否決された。監禁状態が続くルムンバは、拷問を受けて、 ティスビルンに輸送された。その後、ルムンバの処遇に悩んだモブツは、彼の身柄をカタンガに送り込み、チョンベに忠実な部隊に引き取らせた。パトリス・ルムンバは1961年1月17日に、エリザベートビル近郊で、カタンガ憲兵隊によって処刑された。4人のベルギーの将校の他に、チョンベとカタンガ国政府の他の2人の閣僚が、現場に立ち会い、 政府当局の指揮下で処刑は実行された。拷問を受けたルムンバと彼を支持する新政府の二人の閣僚、モーリス・ムポロとジョセフ・オキとアキに背を向けて一列に並べられ、一人ずつ一発で射殺された。後年に明らかになったベルギーの報告書によると、殺害はおそらく21時40分から21時43分頃の間に実行された。 ルムンバ殺害のニュースは2月13日に公表され、この非人道的行為に対する怒りが世界各地で巻き起こった。ユーゴスラビアのベオグラード市内にあるベルギーの大使館は抗議者によって襲撃され、ロンドンやニューヨークでも暴力的抗議活動が発生した。1961年のコンゴの地図。青の地域がカサブブ政府、赤の地域が 偽善が政府、緑の地域がカタンガ国、黄色の地域が火災国1960年7月14日に採択された今後情勢に関する最初の安保理決議の後、国連は7月22日に国連安保理決議第145号を採択して、第143号の迅速な履行を迫った。8月9日に採択した、 国連安保理決議第146号ではカタンガの存在について初めて言及して第143号の履行も迫ったが同時にオナックはいかなる紛争の解決にも介入してはならないという項目も追加された1961年にはオナックは2万人近くの兵士で編成されていた彼らはカタンガ憲兵隊に協力する 外国人傭兵を逮捕できる権限を持っていた。1961年9月には武力を行使せずに、カタンガの傭兵部隊を交流するための試み、妄想作戦が展開されたが失敗し、銃撃戦になった。オナックが主張するどちらの側にも偏らないという、公平性は9月中旬にジャドビルにおいて、オナックのアイルランド人部隊が、 兵数に勝るカタンガ憲兵隊と6日間に及ぶジャドビルの包囲戦を繰り広げた末に敗北して捕らえられたことで損なわれた。カタンガは国連の活動とその支持者に屈辱を与える戦争捕虜としてアイルランド兵の交流を続けた。1961年9月18日にはハマーショルドはオナックとカタンガ憲兵隊との停戦を協議するために 今後との国境近くにある北ローデシアの都市、ウンドラに飛んだ。しかし、彼の登場していた航空機は、ウンドラ空港に着陸しようとする手前で、謎の墜落事故を起こしてしまい、ハマーショルドを含めて搭乗者全員が死亡した。事件の状況は、まだ明らかになっていないが、最近になって、カタンガ兵によって、 飛行機が撃墜されたという証言や、イギリスが撃墜に関与していたことを示唆するいくつかの証拠も浮上している。今後に対して恩恵な政策を追求した、ハマーショルドとは、対照的に、彼の公認のウータンとは、今後の紛争に、積極的に介入する、より急進的な政策を支持した。カタンガは、オナックがグムを撤退させることに同意した。 停戦協定の一環として、10月中旬に、捕虜としていたアイルランド兵を釈放した。国連のカタンガ政策に対するアメリカの、ジョン・ F ・ケネディ新政権の全面的支持の表明や1961年11月に、偽善が政府の支配下にあった、ポールタンパンで発生した、オナックに参加したイタリア空軍パイロット13人が、殺害された、金流の虐殺の後、 今後の分離活動を解決に向かわせようとする国際的な需要が高まった。共産主義者とみなしていたルムンバの失脚やアメリカの庇護の下で中央政府にシリル・アドゥラ政権が樹立された結果、反共の砦を辞任するチョンベに対してアメリカが好意的に接する必要性が薄れた。何千人もの民間人が虐殺された国民軍による4ヶ月に及ぶ。 軍事作戦の結果、1961年12月30日に、カロンジは逮捕され、南火災国は消滅した。1961年2月21日に、採択された、国連安保理決議第161号は悪化する。人権状況に対処して、本格的な内戦の勃発を防止するために、オナックの部隊に、武力行使を含む、 あらゆる措置を講じることを認めたものであった。同年11月24日に米国とソ連が一致して採択された国連安保理決議第169号はカタンガが独立国家であるとの言い分を完全に拒絶して法と秩序の回復と維持において今後中央政府を支援するためにオナックの部隊にあらゆる措置を講じることを認めるという より踏み込んだ内容になっている。カタンガは、挑発行為をエスカレートさせ、オナックはこれに対して、カタンガ憲兵隊が築いたバリケードを解体し、戦略上重要なエリザベートビル周辺地域を、奪取することを目的とした、ウノカト作戦を開始した。国際的な圧力に直面したチョンベは1962年12月に、中央政府の権威を受け入れ、 カタンガ国憲法の放棄とカタンガ地域の分離独立要求を放棄することに原則的に同意するキトナ協定に署名した。しかし、宣言の後にカタンガ憲兵隊はオナックに対する嫌がらせをし続けて、チョンベとアドゥラの話し合いは行き詰まりに達した。カタンガ国に対する支援が減少し、最大の支援国であったベルギーですら支援をためらうようになっていき、 この国家の先がもう長くないことが予感された。1962年12月24日には、オナックとカタンガ憲兵隊がエリザベートビル近郊で衝突し、戦闘が勃発した。停戦交渉が行われたが失敗に終わり、オナックはエリザベートビルを占領した直後に停戦合意が成立した。オナックのインド人部隊は命令に背く行動を起こして、 ジャドビルを占領し、カタンガ国支持者の再編成を未然に阻止した。オナックは、カタンガの他の地域を徐々に制圧し、1963年1月21日に、チョンベが最後の拠点としていたコルベジを明け渡したことで、カタンガ国は事実上消滅した。カタンガの分離状態が終結した後に、派閥は政治的駆け引きを模索し始めた。 この交渉と時を同じくして、コンゴブラザビルに逃れた反体制派のルムインバ主義者による亡命政治団体、コンゴ解放委員会が結成された。起草された都市がルルアブールであったことから、ルルアブール憲法の名で知られる新たな改正憲法によって勢力均衡が引き起こされ、妥協の機運は最高潮に達した。新憲法は大統領権限を強化して、 大統領と首相の共同協議体制を終了させ、自主性を高めながら、州の数を、それまでの六から二十一までに増やすことで、連邦主義者をなだめた。また、新憲法によって国名は、今後共和国から今後民主共和国に解消された。この憲法は九百六十四年六月二十五日から七月十日の間に実施された国民投票によって可決され、 8月1日に交付された。カサブ部は亡命カタンガ人勢力の指導者であるチョンベを暫定首相に任命した。チョンベは有能な人物と見られ、西側諸国からは反響の取りとして支持されていたものの、モロッコ国王ハッサンニセイラのアフリカ諸国の指導者からはカタンガの分離独立の際に彼が中心的な役割を果たしたことで、 帝国主義の区靴と非難された。1964年の今後の地図。青の地域がカサブブモブト政府、赤の地域がシンバの反乱軍勢力が制圧した領土、黄色の地域がクーウィルの反乱軍勢力が制圧した領土長い政治危機によって中央政府に対する幻滅が広まった。首都では清掃がはびこって不安定な状況が続き、 泥棒政治からの第2の独立の需要が高まった。第2の独立のスローガンはかつてルムンバ内閣で教育大臣を務めたピエール・ムレレら、毛沢東思想を掲げる今後の革命化によって提唱された。今後の政情不安は反乱の拡大を助長してしまった。今後の農村の混乱はムレレに率いられたルムンバ支持者によって先導された金文族や ペンデ族が引き起こした。1963年末には、コンゴの中部、東部地域は、混乱状態となった。1964年1月16日には、クーイル州の都市、イディオファと、ぐんぐんにおいて、クーイルの反乱も勃発した。暴動と混乱は、キブ州、さらには、アルベールビルにまで広がり、今後の他の地域にも暴動が飛び火してしまい、ついには、 より大規模な、シンバの反乱が勃発した。反政府勢力は7月から8月にかけて保有する、領土を拡大するために、北方へ向けて、急激な勢いで進撃を行い、この期間にポール短ンパン、スタンリー・ビル、パウリス、リサラを一挙に制圧した。シンバという名で知られた反政府勢力は、大衆的であるが、 平等を優先して、全体的に裕福な社会の実現を目指す、緩やかな社会主義的傾向に基づいた、漠然としたイデオロギーを持っていた。活動していた、革命家の多くが反乱は、政府が与えてくれなかった好機を提供してくれると、期待した若い男性であった。シンバは、新入隊員に魔術をかけたと教え、 規範に従うことで弾丸を受けても死ななくなると信じさせた。シンバ反政府勢力は敵対者をこの世から消し去るために制圧した領土内で多数の残虐な殺害を犯し人々を恐怖に陥れた。シンバ反政府勢力はクリストフ・グベニエを大統領としてスタンリービルに首都を置く新国家、コンゴ人民共和国を建国した。 新国家はソ連や中国から軍事援助を受け、タンザニアを筆頭とする様々なアフリカ諸国からも支援された。キューバも戦術や競技についてシンバに助言する目的で、シェゲバラが率いる100人以上の顧問団を派遣して支援していた。シンバの反乱が激化していくのとほぼ同時期に、 トンキン湾事件が発生し、アメリカ軍のベトナムへの本格的介入の道が開かれた。1964年11月24日、ドラゴンルージュ作戦を展開するためにスタンリービルの飛行場に降り立ったベルギーのパラシュート部隊1964年8月末から、シンバ反政府勢力は交代を開始した。アルベールビルと、 リサラは8月下旬と9月上旬に国民軍が奪還した。モブツと手を組んだチョンベはシンバを嫌う。かつてはカタンガの分離主義活動に貢献した元傭兵連中を呼び戻した。マイク・ホアーが指揮し中部アフリカや南部アフリカ出身の白人で編成された傭兵部隊は第5コマンド部隊の名で知られている。第5コマンド部隊は 国民軍の陣頭指揮を担当したが、広範囲に及ぶ許可されていない殺害に拷問、略奪行為、反乱軍から奪還した地域における大量強化を行っていたことから、悪名高かった。フォアーデスら、記者会見の中で、部下について、ゾッとするような凶悪犯と言及したほどであった。その他、傭兵部隊には、ボブディナールが率いる、第6コマンドを部隊、 ジャン・シュラムが率いる第10コマンド部隊などがあった。これらの傭兵部隊は CIA からも物質的援助を受けていた。1964年11月には敗北を恐れたシンバ反政府勢力が支配地域の白人住民を捕らえてスタンリービルに連行した。国民軍との取引材料としてスタンリービルの中心部にあるビクトリアホテルに 白人の人質が集められた。人質を解放するために、ベルギーのパラシュート部隊とアメリカの輸送機のコンゴへの投入が決定した。11月24日には、ドラゴンルージュ作戦の一環として、ベルギーのパラシュート部隊が、スタンリービルに上陸し、人質は即座に救出された。合わせて、約70人の人質と、約1000人のコンゴの民間人が殺害されたが、 大半は避難に成功した。ベルギー軍は人質を解放する命令のみを受けていたが、シンバ反政府勢力はこの作戦の前に町の外に逃亡してしまい、東部の暴動は一段落を迎えた。パラシュート部隊と民間人はその後にベルギーに帰国した。介入の余波として侵食民地主義に基づく行為であるとしてベルギーそのものが公的に非難された。 シンバ反乱軍勢力の抵抗は特に東部の南キブ州で激しく、ローランデジレカビラが、もう卓東主義を掲げて1980年代まで、この地の反乱を主導した。1965年3月に実施された、総選挙では、モイズ・チョンベが、全国的政党に発展させた、今後国民公会と、その同盟政党が対象した。 シンバ反政府勢力の衰退によって、傭兵の軍事力を必要としなくなり、次期大統領選挙の最大のライバルとして危険視した、カサブブは、チョンベを首相から解任した。ついでカサブブは、反チョンベの筆頭であるエバリスとキンバを新たな首相に任命したが、チョンベ支持派が多数を占める議会は1965年11月14日に、キンバの任命の批准を拒否した。 カサブ部も譲らずに改めて金馬が新首相であることを宣言し、本格的な清掃に発展した。政府機能が麻痺状態になり、11月25日にモブツは、またしても混迷した、政治状況を打開することを表向きな理由として二度目の無血クーデターを実行し、完全に権力を掌握した。モブツは5年間、 事実上の非常事態宣言下でほぼ絶対的な権力を行使し、それから後には今後に民主主義が回復されることになるという将来構想を語った。経済的安定と政治的安定の両方を約束した、モブツのクーデターはアメリカ及びその他の西側諸国から支持されていた。最初のうちは彼の統治は幅広い層からの人気を獲得した。 彼は1966年に首相職を廃止して、翌1967年には議会を解散し、着実にその他の権限を奪取した。1973年8月12日、オランダのリッペ・ビステルフェルト・コーベルンハルトを配と、ザイール大統領、モブツセセセコ独裁者としての地位を確立したモブツは1965年に、手始めに、 州の数を削減して、その独立した立法権の多くを廃止して、地方の自立性を弱め、中央集権体制を強化した。着実に重要度の高い役職を彼の支持者で固めた。1967年にモブツは、自己の正当性を示すために、彼が制定した、真剣法下で1990年まで、国家の唯一の合法政党として存在することに、 なる、革命人民運動を結成した。1971年には国名を在イイルと解消して、植民地時代の名残を完全に取り除くための在ル化政策を推進した。アンハックの更新企業であるジェカミンも含めて、全国の外資系経済資産を国有化した。1980年代以降のモブツ政権は、失勢と腐敗の代名詞となっていた。 本後動乱終結後の数年間で、モブツは彼の独裁を脅かす可能性のある多くの反対勢力の主要人物を排除することに成功した。反逆罪に問われたかつての家単が分離独立運動指導者、モイーズ・チョンベは1965年に第二の亡命生活を開始した。1966年から1967年に、 かけて二度にわたり、模物政権下での待遇に不満を感じる約八百人の、カタンガ憲兵隊やかつて、チョンベに従っていた元外人傭兵部隊も関与した、キサンガニの反乱が勃発した。反乱は、最終的に鎮圧された。1967年に、チョンベは、欠席裁判で死刑を宣告され、同年に登場していた、飛行機がハイジャックされ、 アルジェリアで監禁された。1969年の彼の死は自然な原因によるものとされているが、その死に、モブツ政権が関与したという憶測が国民の間にも流れた。かつてのシンバハイン政府勢力幹部ピエール・ムレレは、モブツから恩赦を約束され、亡命生活を終えて、本後に帰国したが、この約束は保護にされ、拷問された後に殺害された。 動乱の間に反モブツの反乱を率いたローラン・デジレ・カビラは1997年5月16日に反政府勢力指導者としてモブツ独裁政権の打倒に成功したが2001年1月16日に彼の護衛によって暗殺された彼の息子のジョゼフ・カビラが後継の今後民主共和国大統領に就任し2011年11月に再選された 統一ルムンバ主義党を率いる旧ルムンバ派のアントワーヌ・ギゼンガは、総選挙時にジョゼフ・カビラの支持に回り、2006年11月から2008年9月まで首相を務めた。今後動乱においてはとりわけ、アメリカや西ヨーロッパ諸国が介入した際に担った役割について論争があり、学者たちは各国政府の歪みを非難している。 ベルギー政府が実施した2年間に及ぶパトリス・ルムンバの殺害の真相に関する調査により CIA に講演されるベルギーの将校らが関与せずに殺害を実行するのはほぼ不可能であったことが判明した2002年2月5日ベルギーの外相ルイス・ミッシェルは41年前のルムンバの殺害に関して ベルギーの道義的な責任を認めて公式に謝罪し、賠償金代わりとして、ルムンバ基金を設立すると発表した。アメリカでは、国務省が出版したアメリカ外交文書が、コンゴドーランやモブツの権力掌握へのアメリカの関与について、わざと誤解を招くような内容になっていると、学者たちによって批判された。コンゴドーランの勃発以降、 新たに独立したアフリカ諸国は、かつての宗主国との関係構築について様々な態度を示した。恩健派よりのフランス語圏のアフリカ諸国は、フランスとの関係を維持するためにブラザビルグループを形成し、急進的なアフリカ諸国は、パンアフリカ主義に基づいた連合を求めて、カサブランカグループを形成した。南ローデシアは少数派の白人が、 多数派の黒人を支配する政治体制の変更を譲らずにイギリスとの交渉が何度も決裂した後一方的に独立を宣言した。1965年から1979年まで行われたチャド内戦ではチャド民族解放戦線がフランソワ・トンバルバイ政権による南部優遇策を明白に拒否してチャドにはカタンガは存在しないという公式声明を 発表した。1967年から1970年まで行われたビアフラ戦争では、北の民族集団の利益が特権化されていて、自分たちが差別されていると主張するイボ族がナイジェリアから分離して、独立国家を形成した。このビアフラ共和国とカタンガ国の分離主義活動は、学術論文で頻繁に比較されてきた。ビアフラは、 カタンガとは異なり、限られた国々から外交上の承認を受けることに成功し、地元の石油企業に関与している西側諸国からの支援を拒否した。ビアフラ共和国は1970年に敗北し、ナイジェリアに再統合された。ありがとうございます。